落ちてきたり天に召されたり忙しくなる、そんな人がたくさん出てくるということを予言されています。ようこそ禊の玄米、龍神の力を宿すユニアの実りの発芽玄米を定期的に食べて解食、解眠、解便の予言天狗三春です。今回も神様からの予言をお伝えします。解便についてエンディングでお話します。8月25日カノと鳥の日についてお話しします。あなたは8月8日に起こった日向灘の大地震、それ以降巨大地震に向けて備えをしていますでしょうか。気象庁では8月8日のマグニチュード 7.1 の地震以降、南海トラフ地震の想定震源域では大規模地震の発生可能性が平常時に比べ相対的に高まっていると発表しています。この動画も前もって撮影するので、この動画撮影以降今まで大きな地震が起こっていないことを祈っています。今日の動画でお伝えするカノと鳥の日、この日にどう意識するのか、何を考えるのかということはめちゃくちゃ大事で、この日はただの暦の一日ではなく、それ以降の私たちの未来を大きく揺さぶる可能性を秘めていると思っていただきたくお届けしようと思っています。日月神事という大予言書の中でも怖い日というのが存在していて、その怖い日というのは実は年に6回から7回やってきます。この怖いけど結構な日、結構だけれども怖い日という、こんな日があるということを知らない人が多すぎることは心配なことでもあります。カノと鳥の日は陰陽道においても怖い日とされていて、天変地異や大きな変化が起こりやすい日となっていますので、この日を軽視するわけにはいきません。もしこの日の意味と意義を知らずになんとなく過ごしてしまうと、あなたの覚悟や備えも十分でないまま大きな変化や災害に巻き込まれてしまう、それにより大きな負担や災いを受けてしまうという可能性があります。そのことによりあなたの人生が取り返しのつかないことになる可能性だってあります。そうなりたくないですよね。でも多くの人がこうした暦の上での怖い日というその日の存在を知らない、もしくは信じようとしないまま日常をただ過ごしています。でもそれって知らないというだけで大きなリスクを抱えているということには違いはありません。今日の動画を最後まで見ることで、あなたは8月25日のカノと鳥の日に何が起こりうるのかということを知り、またどうその日を過ごすべきなのか、どんな覚悟を持ち何を備えるのかということが明確になります。そのように明確な知識を持った時に、それはあなたの未来を守り困難を乗り越える力にもなってきます。あなたの未来を守るためにも、またあなたの周囲の人を守るためにも大事な話をしますので、今日の動画を最後までご視聴ください。カノと鳥の日について。カノと鳥の日というのは日月神事の中でも良い年であり怖い日とされている日になります。陰陽道でカノと鳥の時に政変や天変地異が起こりやすくなり、世の中が大きく変わると伝えられています。この暦の周期というのは六十干支という中国の暦法に由来しています。十二支と十干、この二つを組み合わせて六十周期の暦、これが六十干支で、この六十干支には年にも60年に1回カノと鳥の年があり、月にも60ヶ月に一度カノと鳥の月が来ます。そしてカノと鳥の日は60日に一遍、つまり約2ヶ月に一遍来ると考えてください。この2ヶ月に一遍ぐらいはいつ起こるかわからない大災害、大災難に向けて自分の覚悟を再度確認する、固める、そして今自分がしている備えがどの程度の備えなのかを確認した上で、足りない部分、心配な部分を補充する、そんな日にしていくとちょうどいいんです。何か起こらなければ備えないと言っても、備えてなければ起こったらもう遅いので、何が起きても良いように備える、そのような日にしなさいというのが日月神事の神様がおっしゃっていることでもあります。例えば日月神事の中でこのように書かれています。富士のお山に腰掛けてこの方世界中守るぞ、
かのと鳥、結構な日と申してあるが、結構な日は怖い日であるぞ。天から人が降る、人が天に昇ること、昇り降りで忙しくなるぞ。天使様、お移り願うとき、近づいてきたぞよ。奥山にもみじあるうちに、と思えども、いつまでももみじないぞ、と書かれています。この意味を把握しようとすると、かのと鳥は、結構な日なんだけれども、怖い日である。このような日には、天から人が降ってくる。そして、人が天に召されていく。そのように、天と地において、人が登ったり降りたり、忙しい日になる。大きな事態によって、天皇陛下も東京には住んでいられない時が近づいてきたぞ。奥山にもみじがあるうちにと思っていたらいつまでももみじはないのだということをおっしゃっています。つまりかのと鳥の日には人が天から降ってくる。これは可能性としては富士山のような火山の噴火によって吹き上げられた登山客が落ちてくるということも考えられますし、大津波で大きく流された人が落ちてくるということでも考えられますし、または首都直下地震のような火災を伴う大災害においては火災旋風というものが起こって人でも高く旋風で巻き上げられて落ちてくるということも考えられます。そして落ちてきた人は天に召される。落ちてきたり天に召されたり忙しくなる、そんな人がたくさん出てくるということを予言されています。特に天使様がお移り願う時が来るということですので、東京は関係しているかのように思われます。そして奥山、伊豆の奥山にあるもみじが紅葉しているうちにと思ったとしても、いつまでも紅葉してなどいないぞとおっしゃっていますので、季節は秋だと考えられます。だとすると今回8月25日のかのと鳥の日は暦の上では秋になっています。でももみじと関係させるとすると10月のかのと鳥の方が近いかもしれません。でも何があるかわからないから備えなさい、覚悟しなさいということが予言ですので、このかのと鳥の日には何らかのハプニングが起こりやすい。そしてこの日だけでなく、この日以降次のかのと鳥の日までしっかりと覚悟と備えをした上で過ごすことによって、たとえ大きな地震や火山の噴火があったとしても乗り越えられる可能性が高くなる。つまり大難が小難になり、小難が無難になるということをおっしゃっているんです。実際に8月8日ライオンズゲートがピークの日に日向灘で大きな地震がありました。南海トラフ巨大地震はいつ起こってもおかしくないという周期的に起こっている地震ですので必ず来るんです。この南海トラフ巨大地震というのは太平洋沖の日本列島が乗っているユーラシアプレートとフィリピン海プレートという海側のプレートが押し合っている場所になります。その押し合いのストレスから今回は日向灘でマグニチュード 7.1 のレベルで起きたけれども、これは前兆であると考えた方がいいんです。まさに覚悟と備えをしなさいという警告だと受け取ってほしいと思います。グレゴリオ暦で見る8月25日、グレゴリオ暦という物質界を司っている暦、この日の暦の数玉は8と25。8月は物質的な進化発展が起きやすい、進化発展がテーマの月になります。そして25日というこの25は5の2乗であり、5×5、 つまり5という自分自己を固める、自分が世界の中心であるという数玉がゾロ目になっていますので、かなり強く自分軸を求められる日だと考えてください。この自分軸というのは今自分はどこに行きたいのか、そして今どこにいるのか、この2つを結んだ線上にいれば自分軸に立っているし、そうでなければ自分軸ではない生き方をしているということになります。でもこの日自分軸に沿っていて自分軸が固まっていればいるほど大きな結果につながりやすいエネルギーの日になります。逆に自分軸がブレていて何のために生きているのかわからない、どこに行こうとしているのかわからないみたいな状態だと大きな二極化の対立の流れに巻き込まれてしまい、2024年2025年と大きな災難を被るということになってしまいます。
カタカムナカズータ暦で見る8月25日。カタカムナカズータ暦という木の領域とつながるための暦。この暦は1年13ヶ月の月とシンクロする暦になります。このカタカムナカズータ暦で言うと、この日は9月14日。つまり、この日には木の領域という見えない領域において、9月のテーマ、極まる、完成するというエネルギーが流れていて、14日、これは1という一つであること、ワンネスであること、対極であることという数玉と、4、物質界、時間と空間を表す数玉、このエネルギーが流れています。ですから、見えない精神性の部分においてこの日は、目に見えている現象は、突き詰めれば一つであり、すべては一体であるという意識を持つことで、この日の木の領域のエネルギーであり、完成させる、極まるというエネルギーに乗ることができる日となります。8月25日はどういう日なのか。まずポジティブな面で言えば、エネルギーが大きく変動する日だと考えてください。つまり真ん中に対してエネルギーが大きく上がる、もしくは大きく下がる、そんなエネルギーの流れがあるので、すごくいい日になったり、すごく悪い日になったりする日、そのブレが大きい日だと思ってください。だからこそ、そのような変動が起こった時に自分軸が明確でなければ、何をしていいのかがわからなくなります。自分軸に対してどうするのか、どう考えるのかが大事です。ですから、何か変動が起こった時に、その変動に対する覚悟があること、そして自分軸という最も大事にしなければいけない自分が守るべきものが明確になっている必要があります。例えば津波や地震などの災害が起きた時にどう対処するかを自分軸で考えてください。その時に何を大事にするのか、自分の命、家族の命なのか、それともお金なのか、仕事なのか、家なのか、物なのか、それも考えておくことが必要になります。多くの人が自分が形にしたものを守りたい、大事にしたいと思ってしまいます。ですから、自分の家を守りたい、自分の船を守りたい、自分の土地を守りたいと思ったりします。ですが、何よりも大事なのは命です。何よりも命を守ることを優先して、命を守るということも自分軸に生きるために最も大事なことになりますので、それを忘れないようにしてください。命さえあれば、家が流されたとしても、お金が消えてなくなったとしても、もう一回手にすることはできるんです。命がなければ無理ですので、ここが一番大事になります。そういった意味でも、自分軸を明確にすればするほど、自分が何を覚悟するのか、何を備えるのかが明確になりますので、この日の変動するブレ、大きな変動を未来により良くしていくことができます。ではネガティブ面でこの日はどうなのか。これは大きな変動でも、ネガティブなマイナスの変動が起こるリスク、それが相対的に高まります。大きな波乱、災害、天変地異、事件などが起こる可能性があります。大地の変動、動きというものによって、地震や津波というものは起こります。噴火もそうだと言えます。これは言ってみれば、地球のくしゃみみたいなものです。我々にとっては命に関わるものですけれども、地球からしたらくしゃみやゲップみたいなもんです。地球というものも生命体の一つでもありますので、その地球上で暮らす生命の考えていること、願うことなども大きく地球の活動に影響を与えます。ですから、このカノと鳥という、言ってみれば地球がくしゃみしやすい日に、もし何も起こらなかったら、それは何もなかったというよりも、地球がくしゃみしたかったけど収まったのか、我慢したのか、もしくは先に伸ばしたということだと考えることができます。すると、それは私たちにとっては生かされる時間をもらえたと捉えてほしいと思います。もし何かがあったら、終わったかもしれない命がまだ続けさせていただいたと感謝して、自分軸に向かって進む、それがやるべきこととなります。ですから、この日大きな変動が起こっても起こらなくても、それはそれを踏まえて
地球という星に生かされ、宇宙の摂理の中で生かされている感謝を持ちながら、自分がやるべきことに向かう。これしかないということなんですね。8月25日にやるべきこと、2つをお伝えします。ちょっと抽象的なやるべきことになりますが、この2つについては個別に詳しい動画が上がっていますので、ぜひそちらをこの動画と合わせて見てほしいです。では、やるべきこと1つ目、自分軸を明確にする。これをしてください。自分軸を明確にするためにはどうしたらいいの？というのは、前回の動画でお話ししていますし、ワークもお伝えしています。ぜひ確認してみてください。やってほしいワークは、自分を見つめて自分の好きなこと、嫌いなことを書き上げるというワークをお伝えしています。ぜひやってみてください。前回の動画では1960年から1980年代に生まれた方に向けてですけれども、あなたがそうであってもそうじゃなくても、やることにより自分軸を固めるということにつながりますので、やってみてください。では2つ目、何があっても備える。とにかくできるだけのことをしてください。でも過剰に全財産をはたいてまで備えるとか、全てを投げ出してこの日さえ終われば大丈夫みたいな、そのような対策は長続きしないのでやめてください。長続きできるような対策をしてください。この備えるということについても、今のこの夏バージョンで備える動画をお届けしていますので、ぜひこちらの動画になりますがチェックしてみてください。具体的な備えるべきことをお伝えしてますので、そこからチェックしてみてください。8月25日に避けるべきこと、恐れすぎること、これを避けてください。カノと鳥の日だから、この日だけを恐れて怖がる、これはやめてほしいんです。カノと鳥はそのようなエネルギー変動がある日ではありますけれども、エネルギー変動があれば必ずそうなるのかというと、そうではありません。ただそのエネルギーの変動によって、翌日だったり翌々日だったり1週間後だったり、何かが起こりうる可能性は高まります。それは今回8月8日の日向灘の地震が南海トラフ地震の発生可能性を相対的に上げたというのと似ています。ですから適正に恐れてほしいんです。また多くの人が恐れすぎる、怖がりすぎる、そのような状態になると、その意識が天界のアカシックレコードに上がり、現実を変えてしまう可能性がありますので、それは避けてください。ですから怒っても怒らなくても大丈夫なように、自分にとって何を優先するのか、何を大事にするのかを見つめながら備えてください。では今日の話をまとめましょう。8月25日は60干支という60日ごとに回ってくる結構だけれども怖い日というカノと鳥であるとお伝えしました。この日はエネルギー変動が大きくなる日なので、そのエネルギーの変動によりネガティブな大きな災害が起きたり、天変地異が発生したりする可能性が高まる日です。そうなる日ではなく高まる日なので、起こるか起こらないかは必ずしもどっちだということはできません。ですが60日に一遍来るこのカノと鳥の日は、その日に備えると同時に、それからの毎日の中に自分の中の覚悟と備えを養っていくためにも、すごく大事な起点となる日ということで、今日動画でお届けしました。火付神事の神様も、カノと鳥の日は結構だが怖い日ということで、大きな変化があるかもしれないから、安易に考えるな、しっかりと覚悟して備えをしなさいとお伝えになられています。またこの日の暦の数玉から読み解くと、自分軸がめちゃくちゃ大事な日で、自分軸という自分が行きたいところ、そして今自分がいる場所、これを繋いだ線上にいようとすること、そこを進もうとすることがこの日のエネルギーの流れに合っていて、たとえ大きな災いが起こったとしても、その災い、大難は小難になり、また湘南であれば無難になるというようなことになります。逆に自分軸がブレていると、そのような災害で大きな被害に遭いやすいとも言えます。またカタカムナカズータ歴という気の領域で見ると、目に見えている全ては一体一つであり、全てが一体であるという意識を持つことで、
木の領域から大きなアシストがもらえる日でもあるんです。つまり8月25日はエネルギー変動が大きな日なので、いい方に出ることもあれば悪い方にも出る。ですから大事にすべきなのは自分軸、自分が一番大事にしなければいけないことについてこの日しっかりと覚悟をし備えをする。特に命は大事にしなければ自分軸に向かえませんので、命を最優先に考えることが大事な日だと言えます。これは日というよりもいつでもそうです。またネガティブな面で言うと、このような大きな波乱、変動、災害などが起こる可能性が相対的に高まっていますので、そのことには覚悟と備えをしてください。そしてもし起こらなかったとしたら、それはなかったということではなく、単に先に伸びたのか、もしくは弱まったのかということだと理解して、生かされる時間がもらえたと考えて感謝してください。感謝しながら自分軸に生きてください。それが大事です。では8月25日にやるべきこと2つ。1つ目、自分軸を明確にする。これは前日の動画、8月22日公開の動画を見てください。8月22日公開の動画で自分軸の決め方についてワークをご紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。そして2つ目、何があっても備える。その備えについてはこちらの動画で夏バージョンで詳しくお話してますので、再度チェックしてみてください。そして8月25日に避けるべきこと、それは必要以上に恐れるということをやめてください。恐れすぎることによって逆に起こしてしまうということにもなりますし、ただ恐れるだけでは何も変化がありません。恐れるのではなく、覚悟した上でできるだけの備えをして、あとは自分の進むべき自分軸に向かう、これが大事だということを再度認識ください。ということで、このチャンネルでは予言を通して人生をより前向きに生きていける動画を配信していってますので、チャンネルのフォローや高評価、コメントシェアをお願いします。今、予言天狗と LINE で友達になっていただいた方には、素敵なプレゼント5つと、天命、地名、画名というあなたが決めなければいけないあなたのミッション、この決め方についての重要な情報や、丹田活瞑想という真の瞑想法についての大事な情報なども配信しますので、この動画の概要欄にある予言天狗と LINE でつながるというリンクをクリックして友達になってください。それではまた次回動画でお会いしましょう。あなたはこの暑い夏にお通じは大丈夫でしょうか？僕は特に困ってはないんですけれども、この暑い時期は汗など水分が体から出ていきやすい。そのことで便秘になる人が多くなります。この状態を隠れ脱水と言って、脱水症になりかけているのにそれに気づかない。だから有効な対策を取れないということになってしまい、かなり悪化した状況まで進んでしまうという怖さがあります。また水分補給は大事なんですけれども、水分を補給するつもりで糖分やカフェインを多く含む飲料やアルコールを飲んでいたとしても、それは水分補給にならないので気をつけてください。キネシオロジーという統計医学がありますが、このキネシオロジーという統計医学によって体に効くということをやるんですけれども、その体に効いた時に、純粋な水以外は、たとえお茶であっても、体は固形物、水ではないと認識してしまいます。すると、体の DNA はいくら水分を飲んでたとしても、水がないと考えてしまい、脱水症状を作ってしまうんです。そういった意味で、この時期しっかりとお水を飲む、それもできるだけいい水を飲むというのも大事です。僕はガイアの水というボトルで浄水した水を飲んでいます。そしてしっかりと水分を取った上で、またさらにお通じを良くするためには食物繊維が大事になります。サラダとかをできるだけ食べようとしてもなかなか取れるものではないし、バランスよくは難しい。日頃の食習慣の中に食物繊維を取れる方がいいです。そのためにも玄米食を僕はお勧めしています。白米に比べて圧倒的に食物繊維が多い玄米をよく噛んで常食することによって、
栄養バランスも良くなり、お通じも良くなっていきます。僕のお通じがいいのはみそぎの玄米であり、龍神の力を宿すユニアの実りという玄米を発芽玄米にして毎日食べているから、だから快調なんだなと思っています。ということで、ではまた。